津和野城津和野藩は江戸時代に岩見国津和野周辺を治めていた藩。藩長は津和野城に置かれた。戦国時代、津和野は大内氏毛利氏に仕えていた豪族の吉見氏が支配していた。そのため、関ヶ原の戦いまでは毛利領であった。慶長5年10月15日の関ヶ原の戦いでは、浮田秀家のいとこ。 坂崎直盛が秀家と船家であったことから東軍に、月、先行により三万国にて立藩する。直盛は、城下町建設、建地、城郭の大改修を行って、反省の基礎を固めた名君であった。元那元年、直盛は大阪の陣で、戦姫救出に活躍し、元那二年七月二十日に一万国の数を受けた。しかし9月11日、 千姫事件の余波により、直森は家臣により殺害されたため、坂崎氏は断絶した。代わって、玄名3年7月20日、稲葉六夜藩より、亀井正則が4万3千国で入法する。以来、亀池が明治時代まで藩主を務めた。初代藩主聖則は、幕府の信任が厚く、一時は姫路藩以法の話もあったが、玄名5年に休止したため幻に終わった。 第二代藩主古姓は、幼少で後を継いだため、五家騒動が起こったが、重臣の田子牧代による、主導のもとで内紛を収め、藩政の確立に尽力した。江戸への参勤交代には大阪まで回路を取ったため、現那六年以後広島藩から土地を借りて、秋国二重家市の桜を情勢側に、津和の藩御船屋敷を設けた。幕府天文方の津和の藩士 堀田に助は、三船屋敷で生まれ、東江戸地の測量を行って、井上忠敬の先駆となった。江戸中期には紙を千倍とし、過労、田後市を中心に、神殿開発を行うなど、藩の財政は潤った。しかし、後期になると災害と協作が続き、財政は悪化した。そのような中、第八代藩主の利権は、藩公、養老館を創立した。なお、 養老藩は現存している。最後の第11代藩主コレミは藩政改革を実行し、有能な人材を登用した。また神道を信仰し、国学の発展に力を注いだ。長州藩の隣藩であったが、幕末の長州征伐に対しては中立を維持した。藩主の中には、尊王攘夷運動に身を投じるものも多く、明治維新後には藩主のコレミ、藩氏、 福場吉ず、多くに高まさら多数の人材を新政府に排出した。明治になる直前の1867年に江戸幕府に捕らえられた長崎裏城の隠れキリシタン158名が直後の江戸幕府崩壊後、明治初期に近況政策を引き継いだ新政府により各地にいる財にされ、その流刑先の一つが津和野であった。明治四年七月に創直された。 廃藩地県に先立って、コレミは廃藩県議書を提出し、同時に藩知事を辞職した。その後、浜田県への合併を経て、島根県に編入された。戸沢三3万国4万国、直森戸沢四4万3千国生のりここ生これ地下、ここ万国のべここ種のり定のり県ここなおここ方、コレミ、ありがとうございます。